します。15分だけ。こんばんは。あ、目が綺麗。嬉しい。嬉しい。東京にいます。前乗りしました。無音でありがとう。ありがとう。明日は僕の太陽公演です。楽しみ。お、くるくるタオル振ってくれるの？嬉しい。待ってる。先日は半田でめちゃ目が合った気もしました。ありがとうございました。こちらこそ。お腹空いたんです。ちょっと4時間はやっぱ長かったですね。今日は寝れなくて。新幹線、あ、明日行きます。待っているよ。カシャリと、あ、生誕 T シャツ届いた。あ、アイメイク違う？アイシャドウの色を薄くした。薄くした。移動中はヨーグルトだけ食べた。とリンゴ。こんばんは。こんばんは。つやつや？やったね。あいつ伸ばした。生誕ティー、生誕ティー、どこにいるんだ生誕ティー。今日美女いいかも。明日にしてくれよとか思うけどね。明日にしてくれよ美女いいのは。まあ今日あんまり食べなければむくまない話なので、おたんぽい。やったね。生誕ってうちに会えたけど届くようになったからオンライン後、オンライン後になっちゃう、なっちゃう。あ、毎日いい。あれ NMB のコンサートガールにくるくる見てしまった。それはそのくるくるを見かけたってこと。くるくる変な顔してなかった大丈夫。くるくる変な顔してなかった。それは、それに関してはブサイクじゃなかった。こんなんじゃなかった。あ、今日も優しい。明日は今日より美女いい。やったね。明日は明日の雨が降るみたいな。明日髪型迷っとんよね。いつも話しちゃうけど、いい女風、うん、今日届いた箱忘れなくていい。お、 T シャツ一緒に着ましょう。最近のくるくるのインスタ X なかなか楽しませてもらってます。お、よかった。インスタと X 頑張っている。頑張って更新している。明日は緑と黄色、間違えた、緑と紫フリフリします。ありがとう。楽しみ。見つけちゃうやで。カシャリと。日増しに可愛くなっていく。マジ。あと今日リールも良き。やったね。靴下も今日見て、このパーカー新しく買ったんだ。まああんま見えんけど、しかもめっちゃ黒だし。靴下も可愛かった。やっとね。靴下ちょっと見てだ、なんかダサいかなとか思って。見てこれ、ほらちょっとさ、夜の
闇に消えていくみたいなっていうのはまあ嘘なんですけど、明日は B 列にいる。お、え、すごい、楽しみ。昼夜待っとるね、待っとる、ま、トルガイアルスラン、よいしょ。家事クルマいい、クルクも最近ちょっとハマっとんよね、カジュアル。え、クルクはもう当たり前にもうこれ長袖なんですよ。確かにビギナーみたい。確かにパーカーフード買うとなんかかわいい、かわいい。暑い、ちょっと暑いよね、長袖。最近の空気の乾燥、白？白い？嬉しい、ちょっとさ、頑張ったんよ、日焼け対策。日焼け対策頑張ったんけどさ、嬉しい、嬉しい。明日サンフレは僕隊中ですね。10月8日の僕隊チケット、お、嬉しいだけ。明日奥さんの舞台見てからくるくる髪、お、嬉しいだけ。奥さんの舞台もあるのか。くるくるシックな色の方が服は、でもくるくるはお話し会とかでは色を着るようにしてて、プライベートではシックルクルでも、サーヤンさんと遊ぶとかなんでサーヤンさんあげたんかみたいになるけど、サーヤンさんと遊ぶ時とかはインスタ用の写真を撮ったりするので、こういうなんか可愛いふわふわ系の服を着るとか、マジのプライベートもただ映画見に行くだけとか、今日みたいに移動だけみたいな時もしっくるくるで、お話し会の時とかは毎回ちょっと雰囲気を変えようかなって思っている。いらっしゃい、やったー。明日の昼はシールセンターよろしく、夜は春くん雲の上吹ける、全然近いよ絶対。ちょっとスタンディング楽しみ。あ、今日は無料チケットでレジに入ってました。無料チケット、女子はスタグル空いてるからご飯食べに行ってる。あ、そういうことか、空いてる、空いてるか、空いてるじゃなくて、ゆくゆくレジーナさん、これさん付けもついてる、レジーナの試合も見に行きたいんですよ。レジーナさん、あ、紫似合う、やっぱね、東京公演楽しむ。なぜか僕の対応、東京の僕対抗当たらない、あれか、着席かな、着席が当たらないのかな。スタンディングはガーリー、そう TPO、 そう、誕生日プレゼント参考、ありがとう、嬉しい。昼夜ともスタンディングだけでよろしく、あ、よろしく、どこにいても楽しめるよ。あ、10月19日の福山美術館待っとるよ。君は僕と会わない方が、ポテチ食べたい、食べた、よかったのかななんて思う、夕暮れの街。明日オンラインないんですよ、人混みに紛れ。アムレの洋服、サーヤンさんが店長するとこですね。この曲めっちゃ、え、いいよね。君は僕と会ってしまって、回り道したかもしれない、僕よりもっと女の誰かと恋をしてたら、目が好き、
生誕って言ってなかったんで、黒でいきます。お、黒でも嬉しい、黒でも見つけちゃう。明日の夜は最善紙紙でクリスマスプレゼント振りまくる。あ、嬉しい。え、ナイクル、あ、今日ナイクル、今日ナイクルなの。レジの試合、あ、見た。竹内先輩いいよね。ラビュー竹内先輩、サヤさんに服の子を相談したりしている。あ、綺麗になった、嬉しい。手相見えた？くるくる生命線短いんですよ。目線が描いた、お、嬉しいですね。ナイクルナイサー、ナンクルナイサー、ラジオくるくもありがとう。楽しみですね、明日は。ちょっとまだちょっと緊張するんですけど。ビンゴビンゴ、あなたにめくり会えた。明日行きます。かなり後ろだっけと思うけど、声出します。嬉しい、待っているよ。あ、お腹すいた。新幹線移動のルーティーン、新幹線はね、くるくるあんまないね。でも今日はあんまり寝んかった。今日1時間くらいしか寝んくて、 SNS 更新してデスノートを見てました。デスノート、くるくるのディフェンスのファン。傷つくの過去は肩から先に誰かを、いいよね。傷つけた、うん、ディフェンス、あ、知らないくせにが好き。あ、そこ頑張ったよ。なんか難しくない？あそこ、あそ、あのさ、私のこと何も知らないくせにとか、出しにくい、どうやって出すみたいな感じの歌なんじゃけど。あ、それだって無事到着、次回公園で来てくけ、嬉しいちゃけ、嬉しいけ。で、前髪ちょっとそうフィットしていきたい。祈るように腕に抱かれてた私なんて放っておいて、キスをすり抜けた、諦めてそんな女じゃないの。今日髪だ、申し取らんよ。今日インサイド2を見てきました。あと午前中、それ今日はめっちゃ時間を有意義に使うことができたなっていうふうに思いました。知らないという言葉の意味間違えていたんだ。いつも会の前提として今日めっちゃ会やったね。これ明日お願いします。明日もこのくるくる、今日のくるくるでお願いします。それでは15分経ったのでスクショタイム、あ、一瞬スクショタイム、
ウルトマトってなんだし。それではアフーのくるくる。マガマイクでヤカガマイ、やったね。やったね。多分またあとこれまた後で配信できると思うんですけど、ちょっと一旦しておきました。それでは何時から配信できるかちょっとわかんない。壇上を読みたいと思います。13位、クロリンパ。あ、ちょっと待って。一回告知タイムさせて。告知タイムは明日 は僕の太陽公演があります。ぜひ待ってます。スタンディングも。今着席は完売でスタンディングはねまだ余ってるんですけど、ぜひ楽しめるのでスタンディングも待ってます。配信はナッシングです。そしてお話し会再販中です。オンラインお話し会、コスプレします。ハロウィンの、ハロウィンのね、ハロウィンじゃなくてハロウィン、待ってます。それでは壇上13位ダンス、ありがとう。12位ヤッシー、ありがとう。11位福ちゃん、ありがとう。10位ケータ、ありがとう。9位黒田花子、ありがとう。8位ルアン、ありがとう。7位窓際ラバー、ありがとう。6位奈良西、ありがとう。5位土駒、ありがとう。4位ウォッカ、ありがとう。3位福山のタコ、ありがとう。2位アッキー、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、トマトポ、ありがとう。トマトポありがとう。明日も待ってるね。皆さんありがとうございます。また後で多分できるので会いましょう。おやすみミートボール、過去一応おやすみミートボール、未来で待ってる。